ジャパンテックス2022立川ブラインドのブースでは、 IoT のニーズの高まりで注目を集める電動製品、スマートインテリアシェード、ホームタコスや多彩なパネルデザインで皆様のライフスタイルに合う空間を作り出す間仕切り、プレイス、プレイススイングを中心に、製品のご説明や住宅、公共施設におすすめの使用シーンをご提案しております。それでは各ゾーンの見どころをご紹介させていただきます。こちらでは電動製品、スマートインテリアシェード、ホームタコスの多彩な製品バリエーションをご紹介させていただきます。こちらは今年5月に発売したホームタコスベルデダブルです。ベルデダブルは2枚の生地がこのように前後に配置されておりますので、カーテンのようにドレープとレースを使い分けることができます。また畳み込みが小さくすっきりとした見た目になるのが特徴です。ベルデペア、ベルデも展示しており、ベルデダブルと比較してご覧いただけます。その他に横型ブラインド、パーフェクトシルキー、ロールスクリーン、ラルクシールド、ローマンシェード、クレアスなど電動製品を一度にご覧いただけます。こちらは今年2月に発売した電動カーテンレール、ホームタコスディエルモです。複数台の製品の取り付けに便利な電源分岐ジョイントに対応しており、住宅からホテル、店舗、施設まで幅広く使用いただけるカーテンレールです。隣の電動カーテンレール、ホームタコストリーチェと比較してご覧いただけます。こちらは今年10月にリニューアルした超高ロールスクリーン、デュオレです。新たな生地を3柄追加し、さらに充実した生地ラインナップからお選びいただけます。その他、操作する部品の抗菌化、近年の住宅トレンドに合わせた部品色ブラックを追加いたしました。次に、今年5月に発売したブリーツスクリーン、ベルレダブルです。1台の機構部に2枚の生地を前後に配置した仕様です。カーテンのようにドレープとレースを使い分けることができ、大きな窓でもすっきりと収まります。こちらも今年5月に発売したハニカムスクリーン、ブレアペアです。以前からご要望の多かったハニカム生地とレース生地のプリーツ生地を上下に配置したペアタイプで、昼間はレースで光を取り入れ、夜はドレープで室内の温度低下を抑える断熱効果を持っています。こちらは今年10月に発売した木製ブラインドのポレティア電動です。電源コンセントに対応したことで、複雑な配線工事をしなくても使用できるようになりました。リモコン操作にも対応しておりますので、店舗やオフィス、商業施設だけでなく、一般の住宅でも快適にご使用いただけます。最後に、今年2月に発売した装飾カーテンレール、マルティです。マルティは丸型の形状でシンプルなカーテンレールですが、新発想のデザインリングをこのようにアクセサリー感覚で組み合わせることで、自分好みのアレンジが可能なカーテンレールです。こちらではスリムなフレームでスタイリッシュなパネルデザインが特徴の間仕切り、プレイスイングをご紹介しております。こちらは折れ戸の機能と引き戸の機能が一体となったプレイスイングです。コンパクトに折りたためるため開口を広く確保できます。端のパネルは引き戸として開け閉めできるので出入りもスムーズです。こちらはプレイススイングアウトセット収まりです。既存の開口スペースに袖壁の工事をしなくても引き戸の取り付けができるので、リフォームなどで扉を後付けするケースにおすすめです。リビングイン階段などに設置すると冷暖房効率を高めることができます。弊社では日頃より皆様の暮らしに寄り添い、窓から叶える暮らしをご提案しております。立川ブラインドのブースでお待ちしておりますので、ぜひお越しください。